ータさん、何かお手伝いが必要なことはありますか？はい、すでにお聞きしております。南十字戦隊の棟梁と稲妻へ向かう約束をしているのですよね。確かにもう随分と日が経ちましたが、まだ私のところに情報は何も入ってきていません。探したぜ。あんたが姉子の尾根だっていう旅人か。艦隊の補給作業がほぼ完了した。あとは人員を確認するだけだ。姉子にあんたを探すよう頼まれてな。あんたが船に乗ればすぐに出発できるみたいだぜ。やっぱり北斗は約束を守るやつだったな。もちろんさ、姉子の義理がたさはこんなもんじゃないぞ。出航したらあんたらも徐々に分かってくるはずさ。もう行かれるのですか？無事に出航できるみたいでよかったです。この先が星であろうと深淵であろうと、次の一歩を踏み出すのはいいことだと思います。ではまたの機会にお会いしましょう。皆さんのご無事を祈っておりますね。そうだな、ほとんど毎日会ってたから名残惜しいぞ。でしたら稲妻に着き次第いち早く私を探し出してくださいね。私は鳴神島であなたたちをお待ちしております。やっぱり稲妻にもキャサリンがいるのかよ。じゃあなんでこんな悲しげな雰囲気を醸し出してたんだ。リーウェイにもきちんとお別れをしてきな。船はもう幸運閣に泊まってる。ちゃんと伝えたから俺は先に戻るぞ。おう、知らせに来てくれてありがとな。いいってことよ。じゃあ船でな。やっと来たか。かつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字戦隊を港に引き止めてるんだ。私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう。冗談さ。ちょうどいい時に来たな。出航準備が今終わったところだ。じゃあ人も揃ったことだし、そろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発。わあ！
やっと来た。リーユへの姉子、待ちくたびれてたところだよ。それと二人の密航者、ああいや客人というべきか。あんたたちの将軍様のせいで近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん私の船体も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ、最近知り合った商売仲間だよ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この二人は。紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐だろうと防げないからね。とっくに耳に入ってるよ。嬉しいこと言うなお前。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを尋ねるといい。だがもしこいつがあんたに不埒を働けば、次稲妻に来た時、私があんたの代わりにこいつを締めてやる。安心してくれ、俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。長いはできない。カズハのことか。また会おう旅人。稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろ。バイバイ、元気でな北斗船長。それじゃまずは審査所で登録手続きを済ませよう。で、稲妻のお偉いさんに会うのか。こっそりって言ったはずだけど。鎖国令を舐めないでくれ。身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。こんにちは。身分の証明と島へ上陸する目的を教えてください。あ、もちろんトーマさんは結構です。皆さん見ないお顔ですね。どうしたんですか。お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。そうなんですか。今は万国商会の商人のみがそういった類の貿易業務を許可されています。お二方は商会から許可を得ているのでしょうか。だ、おいらたちは。すみません、やはりお二方には。これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。おい、あるならもっと早くに出しとけよ。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪い悪い。そうでしたか。書類に問題はありません。離島へようこそ。これからどこに行けばいいんだ。音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。離島に滞在するなら音楽観察で滞在手続きを行う必要がある。なんか聞いただけで厳しそうなとこだな。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。この言葉からもわかると思うけど、鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ外国人が簡単に受け入れられることはないんだ。たとえそれが異邦人居留地のあるこの離島でもね。君の覚悟は気に入ったよ。俺たち気が合うんじゃないかな。じゃあ行こう、音楽観察へ。これらの規則のほとんどは
離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？稲妻三奉行の一つで、主に国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務とする。あれ、聞いたことなかったかな。すでに上陸手続きは済ませてありますよね。では滞在手続きを行いましょう。そちらのお二人ですか？そうだ。はい、では手続き料の200万モラをお支払いください。200万？手続きだけで200万もするのか？はい、お一人100万ですので、計算に間違いはありません。ご安心ください。いや、間違いというかそういう問題じゃなくて、ぐゆお嬢さん、この二人は俺の友達なんだ。ほら、俺って一応ここの顔なじみでもあるし。あら、トーマさんのお連れ様でしたか。ではトーマさんの顔に免じて40万もらにしましょう。本当に感謝するよ、ゆりかさん。でも俺から見たら手続き料なんて600もらで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。後で君に飯をおごってあげるからさ、どうかな。そんな握りの仕方があるのか。いくらなんでもそれは。わかりました、それで手を打ちましょう。今登録しますね。へへ、毎度。200万が600って、稲妻人の金銭感覚おかしすぎだろう。そんなに驚くことじゃない。手続き料自体が私的な要望なんだ。音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察官の懐に入る。それが多いか少ないかってだけで、それ以外は重要じゃない。もし不幸にもここに滞在することになった外国の富豪商人が現れれば、そいつからがっぽり稼げる。そう、そんな時に現地の友達がいることの重要性、君たちにもわかるよね。ああ、異教の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ。仕方ないと思うのが普通だろ。外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山。これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ。外国人が自分たちで立ち上げた商会か。そうだ、商会は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで稲妻に住む外国人の支援も行っている。商売の道と生存の道、その両方を担っている商会だ。なんか外国人って稲妻で生きていくだけでも大変なんだな。それが君たちの目的か。なるほど、君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろう。ライデン将軍は唯一無二なる高貴な存在、全ての生物が見上げるべき神なんだから。この世の出会いはいつも捉えどころのないものだと言いたかったけど、君たちならもしかすると午後の散歩中にでもライデン将軍とばったり会えるかもね。うい、そんなのありえないだろう。わかった、率直に言おう。君たちを
ライデン将軍のところまで導く術はある。本当か？離島の顔役にそんな権力があったなんて。持てる全てのコネを使えばなんとかなる。だがその前に、権力というのも高く売り買いされているものだ。言ってる意味がわかるかな？お前もかよ。俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃない。それどころか対価を払う必要すらないんだ。ただ望むものを手にしたいのなら、人々の問題を解決してもらいたい。全ての人が幸せになる方法を探す。それが俺のモットーなんだ。かっこよく言ってるけど、オイラにはわかる。お前、自分が人に恩を売りたいだけだろ。おっと、なんだか君たちから悪者でも見るような視線を感じるが、ま、それは一旦置いておこう。状況を説明しよう。さっきも言った通り、万国商会の会員はかねてより生き残りの厳しい状況に陥っている。最近はそれがますます加速しているんだ。君たちに何かできないか様子を見てきてほしい。商会の会長はクリスという俺の友達だ。俺はここで君たちからの吉報を待ってるよ。おや、万国商会に助けを求めに来たのですか？もしや隠国監察にモラを？それならよかったです。来て早々財産を全て失うことにならないよう気をつけてくださいね。最近商会で困ってることはないか？困ってること、至るところに困難がありすぎてもう慣れてしまいました。鎖国令って外国から来た人にとっては大変なんだな。問題の根源は鎖国令ではありません。活動範囲が制限されるとはいえ、それでもそこそこやっていけました。実際に我々外国の商人を搾取しているのは勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。おいら覚えてるぞ。三奉行の中で離島を管理してる奉行のことだよな。はい、高額な税金徴収や不条理な規則、それだけならまだ良かったのですが、一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです。上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。消化骨髄？その法令が出されるまで商会にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした。最終的にリーユエから来た年配の商人がそれを知っていました。それは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした。皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのです。しかしそれはその場しのぎでしかありませんでした。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。そして最後にはある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。そういう状況って独占って言うんだよな。お詳しいんですね。その商人は値段をずっと上げ続けました。我々も法令の圧力からそれを買うしかなく、そのような悪循環が続いた結果、今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています。このままでは勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが、雷鳴轟くこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう。はあ、フォンテーヌよ、我が故郷が懐かしい。そんなひどいことが、そんなんじゃ生きていけないだろう。お
前はどう思う？あの商人ですか。以前は彼とも交流があったのですが、その後は我々との関係も途絶えてしまいました。彼の商品の供給元がどこなのかも分かりません。確かに怪しいな。そいつを探す方法はないか？何か情報を聞き出せないか、オイラたちが探ってきてやるよ。おお、それはありがたい申し出。あなた方は外国から島に上陸したばかり、それに紹介のものでもありません。彼もそこまで警戒はしないでしょう。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。そこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています。わかった、オイラたちに任せろ。おや、見ない顔だが新入りか？言えよ、何しに来た？あっち行った。そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか？企業秘密。ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのになぜ値段のことを？ほうほう、さては分かったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。ふん、あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだから。どうしよう、全く話を聞いてくれない。そうだな、一度あいつに聞いてみるか。おや、もう帰ってきたのか。問題は解決したのかい？うーん、それがちょっと困ったことに。あ、いいよ、できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたね。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。万国商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。え、あいつも昔は万国商会の一員だったのか？じゃああいつも外国人？彼の髪の色と目の色には気づいたかい？そう、ベルナーはモンド出身で、リーウェと稲妻の間で海運業をしていた。鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。そうだったのか。もともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍なやつもいないと俺はそう信じてる。え、もういいのか？どうやら切り込む隙を見つけたようだね。
何しに来たんだ。確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたくはないんだが。あ？何を言って。モンド、モンドのことを言ってるのか。お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか。それすらも忘れちまった。懐かしいモンド城の雰囲気。故郷に、はあ、帰りたい。自由の都へ。はあ、効果があるみたいだぞ。感情を揺さぶろったってそうはいかないからな。あ、今度は何だ。いいから目をつぶれって。波の音か。リーユエコー。俺の目の前に波の音が、百匹の声が、リーユエコーの姿が浮かんでくる。上等だ、怪盗祭だ。上等が登っていくのが見えるぞ。想像力が豊かすぎると言うべきか、リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。はあ、リーユエ、リーユエよ。これは、もういい。もう思い出させるな。俺の心はもう。万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも商会の奴らがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。はあ、気晴らしにあいつらと一緒に話がしたいと何度思ったことが。俺だって愚痴をこぼし合いたかった。じゃあどうして。あいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似俺にはできない。少しの利益と約束だけで俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。いいだろう、言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか。だが俺はあいつらを裏切ったんだ。臆病なやつだな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時、高値で売るよう俺は指示された。そんな、何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。証拠、証拠、そうだな。
決定的な証拠がなければ奴は認めないだろう。そういえばいつも俺が報告をした後、奴は毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。よし、じゃあ早く行こう。やつだ、ケイジローだ。行くぞ。まだ払ってない奴は、そうだな、万国商会の奴らをもっとしばいておくべきか。こんな場所に何をしに。何か埋めたみたいだぞ。見てみようぜ。さっきまで近くにいたのに急にいなくなった。これは帳簿。オイラはてっきりモラでも埋めたのかと思ったぞ。がっかり。えへ。見せてくれ。これは間違いない。これだ。取引の記録が一つ一つ綺麗に残ってる。これで奴の罪を証明できるだろう。証拠も手に入れたことだし、まずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜ。じゃあ俺はここで先に帰るよ。え、一緒に行かないのか。会長に会うのはまだ少し時間がいる。すまない。ベルナーってひねくれた性格だな。もう少し気をつけないと。もう本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則。払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。なあ、誰だお前。商会の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな。転売して儲けてたこともすべて公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。
ずっと騙されてたのか。あの、しゃな、税金のことは、俺は帳簿を見せていただけますでしょうか。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違いありません。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふん、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ただちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名望を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てならんぞ、脅しか。それは俺を脅してるのか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。で、どう処理するつもりなんだ。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。我々商人には状況を立て直す時間が必要です。それだけでいいのか。ふっ、あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それをミスミスと。いいだろう、お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。全て友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです。これ以上は搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わるとは思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは。法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに恩を後で返されまして。何が世話だ、こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。おお、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。ふん、よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても。何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。私の名刺をどうぞ。ほう、これは社奉行のものか。ふん、ここは勘定奉行の縄張りだ。いくら社奉行の権能が高かろうと、離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じていただく。したく、お二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。非科の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ、すべて忘れよう。勝家組長、しかし行くぞ。いつか日を改めてお食事でも。その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。はあ、人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいであなたと勘定奉行の間に亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。
前さっき一体。ここは人が多い、場所を変えて話そう。勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい？いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴上島の社奉行上里家に属している、白鷺の姫君の側近だ。なんだって？本当の身分をオイラたちに隠してたのか？その社奉行も三奉行の一つなのか？ああ、社奉行の上里家は祭祀活動や文化、芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく上里家に迎え入れられ、白鷺の姫君という名誉を持つ上里家のご令嬢、上里彩香の世話を任せられている。白鷺の姫君、さっきの二人の反応からして稲妻で結構な有名人みたいだな。もちろんさ、礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻の民に敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄上里綾人よりもな。お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。そこが重要な点だ。正直君たちに隠し事はしたくない。顔役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。たった1ヶ月で？すごすぎる。少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている。君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。お嬢の期待通り勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれればメガリレーは。予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。そうか、それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。あれ、トーマがあっさりと受け入れた。ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。あー、そうだ、この招待状を君に。鳴上島に来たらここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれ。それじゃ健闘を祈るよ。トーマって実は結構いいやつなのかもな。オイラたちも先に進もう。お、どうした？あ、そうだった。オイラ、なんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマも忘れてたのかな。あんなにあっさりと言ったわけだ。離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。とりあえず今は行動あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。
待ちを。通行証をお出しください。ちょっと鳴神島に急用があって。通行証がないのでしたらお帰りください。規則ですので。はあ、やっぱり旅人、なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ。勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか。そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたらオイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。待て、ここは勘定奉行所、部外者は立ち入り禁止だ。オイラたち、勘定奉行に会いたいんだ。勘定奉行様は普段外国人になんて会わない。早く帰れ。さもなくば我々が。いや待て。あ、奉行様。この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ来るといい。話は中で聞こう。へん、今の聞いたか。申し訳ない。私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて実に光栄だ。会えて嬉しいぞ。今回会いに来たのはその、まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。へへ、オイラたちって有名なのか。もちろんだ。風魔竜を倒し渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。確かにな、おっしゃる通りだ。うんうん。それとリーユエコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か。そんなことも知ってるのか。確かに本当だぞ。やはり本当だったか。どうしたんだ。いや、なんでもない。ただ君たちを称賛しているんだ。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか。いいぜ、遠慮しないで何でも言えよな。よかった。それなら知っておられると思うが、リーゆえの山には精神と呼ばれる植物が生えている。オイラたちそれを取ったことあるから知ってるぞ。リーユエに行って取ってきてほしいのか。ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取り立てのものだ。オイラの聞き間違いか。おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか。それならいいぜ。全部で709通だ。おい、どういうことだよ。それって
本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか？はは、すまないね。しかし、島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。どうするんだ、旅人。本当に手伝うのか？さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。本当にあんな依頼を受けるのか？おかしすぎるぞ。お待ちを。あ、オイラたちがどうかしたか？お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。手紙？はぁ、見せてくれ。これって夜こっそり会いたいってことか？それにお前このことに感づいてたみたいだけど、なんでだ？こっそり何やってんだよ。夜になったら彼女に聞いてみよう。いらしてくれたのですね。私は柊木千里と申します。お会いするのは2度目ですね。何卒よろしくお願いします。ああ、本当に柊木家のお嬢様だったんだな。いえ、そんなにかしこまらずに。あなたの噂はかねがね聞いております。そしてやっとこのような機会を得ることができました。お、なんか雰囲気が変だぞ。今回このように人目を忍んでお会いしたのは、この機会を逃せばもうあなたに話せないからです。何を話すんだ？そのお手紙を届ける依頼についてです。お前やっぱりあの父親の娘だな。それしかないのかよ。いえ、お待ちください。お二方には私の代わりに鳴神島へ行き、天領奉行の次男の鎌治さんまでお手紙を届けてほしいのです。父上からはずっと連絡を反対されておりました。政治の面から見てもっと良い相手を望んでいるのでしょうが、私の心には鎌治さんしかいません。離島で父上に歯向かえる方はいないでしょう。しかしあなた方は鳴神島へ行こうとしておられる異教の方。そんな事情があったのか。もちろんその代わり、あなた方がここを離れるのを全力で支援いたします。どうか私を信じてください。実はあなた方が稲妻にいる限り
父上はあなた方を離島から出すつもりがありません。おう、それはオイラたちも感づいてたぞ。あんなことを依頼するなんて、最初から足止めが目的だったんだろうな。何日か前に父上と身分の高そうな女性が話しているのを見ました。異教の旅人をどうやって離島に閉じ込めるのか相談していたようです。父上が将軍様以外の方にあんなにかしこまるのを初めて見ました。そろそろ時間です。あなた方を外に行かせるための計画を話します。今ちょうど外へ送る貨物がありまして。では関所でお待ちしております。手紙のことどうかお願いします。少々お待ちを。その貨物、渡津見島まで送るのでしょうか。お嬢様、どうしてここに。おっしゃる通り、これは勘定奉行様から特別に命じられた貨物で、傷一つつけることなく渡津見島まで送り届けなければなりません。どうかされましたか、お嬢様。であれば間違いありません。それについて父上が心配されているようで、私と手だれの方を付き添わせるよう手配しました。お嬢様が自ら運送を。あ、いえ、それはお手を煩わせてしまいますし、それにその手だれの方の身分も。時間がありません。遅れれば処罰があると父上から言われているはずですよね。お嬢様、おっしゃることはわかりますが、しかし。しかし何ですか。父上の気性はあなたたちも知っているはずです。私の身に何かあれば、あなたたちに課せられる罰は言わなくても分かっていますよね。あなたたちに私を完璧に守る自信があるのでしょうか。佐藤さん、すごいな。人が変わったみたいだぞ。わかりました。お嬢様とご同行でき、とても光栄に思います。お嬢様の身の安全、命と引き換えにしてでも守ってみせます。新之丞、いいのか。ああ、お嬢様がそう言うんだ。部下はそれに応えるしかないだろう。しかし問題はそこじゃなく。もういいでしょう。早く出発を。もたもたしていると俗に隙をつかれてしまいますよ。わかりました。出発。お下がりください、お嬢様。ここは私どもが。お前たちは下がってろ。痛え。震えろ。やっ。さあ。風だ。間違えた。包囲厳禁。おい、迎撃用意。いや、お嬢様を守るのが優先だ。ここはオイルたちに任せろ。お前たちは佐藤さんのそばにいてくれ。こうせ。塵となれ。
危ない。また攻撃が来る。千里様、私のそばに。触れろ。一緒に遊ぼうよ。おとなしく捕まれ。県民全票。早く抵抗し。前方にある村で少し休めるでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？はい、ここまで来ればもう大丈夫です。旅人さん、あそこが鳴上島へ続く道です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌地さんに手紙で頼んであります。俺、お嬢様。やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、新之丞、お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。そのお嬢様がおっしゃっていた鎌地というのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人？おいおい、嘘だろ。新之丞、お前まさか。なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと思ってるわけ。二人とも心配しないでください。このことは何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたらどうするんだ？大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのじいさんにそんな一面があったとは。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。ほら、さっさと貨物を運ぶぞ。何を詐欺込んでんだ。